ね、今回は三鷹市の第1回をやっていきます。三鷹市という、名前としてはそうなっているんですけども、三鷹市の三鷹駅の南側を、取り入っている範囲内なんですね。だから結構ですね、鉄道がね、ですね、結構遠いの駅が遠いっていう、陸の孤島状態の場所も結構あります。平坦な地形ではあるんですけどもね、はい。で、地区もそんなに多いわけであります。一つの地区の範囲、取り打ってる範囲が大きく、例えば大沢だったらこれぐらいの範囲、下連雀だったらこの範囲大体全部下連雀だったりとか、井の頭もこの辺のね、三鷹台井の頭公園のね、井の頭線のこの辺りが、範囲取り打ってるんで結構ね。で、新川ね、はい、こっち南側の新川北の、群れという形で、真ん中は群れ、そして上連雀、井口は武蔵境駅の周辺、神代寺という形になります。はい、三鷹市、なんですけども、都心から西へ約 18km、都市東京都のほぼ中央、東は杉並区、捨川区の2区、西は小金井市、南は調布市、この辺は調布市に入ります。神代寺は、調布市にあります。神代寺と一名は、三鷹市、寺は調布市に、北は武蔵野市、はい、ですね、武蔵境とか吉祥寺駅、はい、周辺とかは、武蔵野市になります。東端は牟礼1丁目、西端大沢、南端中原ですね、はい、中原と一面もありました。中原、はい、すみません、中原と一面もありましたね、はい、ありました。新川のこうなって中原ですね、はい、中原上連雀という形が北の北端。三鷹市の標高の最高地点は牟礼3丁目の約65m、三鷹市の最低地点は中原の34m という形になります。大体そうですね、こちらの方が標高高い、北側の方が標高高い、西側の方が標高高いみたいな。はい、東京都の、三鷹市の地形として武蔵野台地、三鷹市はこの武蔵野台地の中央部南端にあります。西南端の一部の川の流れる低い面と、地域をほとんど占める一部の高い面、武蔵野面、そして牟礼の法政大学中高はさらに高い面がわずかに残り複雑となっております。とで、その第一面の差し掛かるところにちょっと坂があったりとかしますかね。東京都の多摩地域東部にあたる市で、人口19万人、面積 16.4、 人口密度も非常に多く1万1000人という形になります。ただ南側はね、学術の拠点としては、新川には京林大、大沢には ICU、 さらに公園もね、境にあったりするので、比較的ね、緑も多く、さらに、井の頭公園の西園だとか、工場が下連雀には多く、日本無線とかですね、はい、三鷹ハイテクセンターとかがあります。で、マンションもこの辺に乱立してますね。下連雀は非常にこう、はい、三鷹駅のに近いということで、非常に住宅も多くなっています。多くの作家を住んだ町として知られるほか、全国初のゼロ歳児保育施設の開場、全国初の公共下水道 100% 整備を実施した都市としても有名。三鷹市民プラン21会議とか、官民共同プロジェクト、明日の町三鷹、三鷹ネットワーク大学での市民大学研究機関、企業との共同が成果を上げて、2005年、インテリジェントコミュニティオブザイヤー世界1位を選出されています。いろいろあるんですよね。井の頭の公園だとか、国立天文台の三鷹キャンパスだとか、さらには調布飛行場、武蔵野森公園、ICU など、周辺に多くの桜並木が作られております。小川公園と調布飛行場は大沢のね、その境ですね。はい。調布飛行場、調布市との境という形になっています。観光名所は三鷹の森ジブリ美術館、2001年。その、作家を生み出したっていうことですね。はい。作家。はい。っていう形、生み出した町。ということで、三鷹市山本雄三記念館、太宰治文学サロンなど、様々な文化施設があります。で、武蔵野市との境界は東南方向に流れる玉川上水は三鷹駅の真下を通り、万寿川から井の頭公園を小切る牟礼地区を流れます。はい。これそのものが、あれですね、玉川上水です。大沢地区の南側には野川ですね。はい、野川は公園をね、やって、もうそのサイクリングコースにもなっています。はい、野川。結構ね、長くあって、世田谷区まで、続いています。さらには、新川を横断する仙川。
仙川はね、この辺でちょっと途切れるんですが、この辺から流れる仙川も、非常に長い川で、これもですね、世田谷区の方まで、あります。で、ここで合流するんですよね。はい、合流して、まあ、多摩川に行ける、結果的にはね。はい、中国大JR 中央線が走り、三鷹駅を中心に市街地を形成、南側は市で一番大きな商業地区となります。はい、神田川沿いに走る京葉井の頭線は井の頭公園駅と三鷹台駅が形成。これは井の頭地域ですね。はい、南側は市で一番大きな商業地区、さらにそれぞれ北側を武蔵野市杉並区と接します。市東部の下連雀一丁目吉祥寺駅、井口駅は、武蔵境駅、西武多摩川線多摩駅の最寄りが大沢だったりしますね。はい、ということで、まあ割とね、陸のことではありますが、まあIC はどちらとも取れますね。武蔵境駅が、まあ、最寄りだったりしますかね、結果的には。なので、まあ、大沢地区あたりに、野川公園が広くあったりだとか、調布工場があったりだとか、ちょっと陸の孤島状態ですね。現在の三鷹市は、武蔵国多摩郡の一部として属しました。1839年、上石原村、烏山村、下仙川村の一部の合併により、神奈川県三鷹村となります。1893年、東京府に移管後、国鉄三鷹本線下、三鷹駅が下連雀に1930年に開業します。1940年、三鷹町、三鷹市になったのは1950年になります。1955年、武蔵野市との合併とかがあって、まあ、いろんな説はあったんですが、秘訣になったんですよね。で、1973年、下水道普及率 100% 達成が全国初めて。これがまあ三鷹市の、ね、ポイントではあります。1989年、三鷹100周年記念行事。1993年には、三鷹駅南口駅前再開発地区などが竣工されました。99年には、現アトレビー三鷹などの竣工。2006年は三鷹駅南口の、第2期整備竣工という。はい、まあね、アトルビーとかあるんですけれども、三鷹駅は意外とですね、商業施設の発展っていうのはちょっとね、まあ吉祥寺駅に比べると少しない感じ、住宅地がやっぱり多いんですよね。人口は徐々に増えていまして、現在19万人ほどいまして、非常にこう安定した人口の上昇を、見せています。夜間人口は16万、市外からの通勤者、通学者及び居住者のうち市内に昼間残留する人口の合計である昼間人口は14万人で、昼は夜の 0.89 倍という形で、夜間人口の方が多いということで、まあ、どちらかというとベッドタウン形式だから吉祥寺とか武蔵野市なんかはの方は、昼間人口が多いですね。三鷹市は住宅街の町という傾向がですね、非常にこう読み取れます。武蔵野市よりもね、違い、武蔵野市との違いってなってくるとそうなってきますよね。どちらかというと住宅街、商業施設とかも あってもその駅がそもそも近くないんで、駅から結構離れてる位置も非常に低むんでね、町名、下連雀、牟礼、井の頭、中原、北野、新川、上連雀、井口、神代寺、あ、そうですね、野崎含む、忘れました、野崎、新大寺、野崎、大沢という形になります。まあ、東八道路がね、こう走ってまして、はい、まあ、市内のね、横の大動脈、武蔵境通りが、まあ、縦の大名の大動脈、吉祥寺通りだとかね、はい、三鷹通りが、まあ、東西、南北ね。三鷹の名はかつて徳川将軍家及び御三家が鷹狩りを行った鷹場の尊存が集まっていることから、とかですね、三両の鷹場みたいなところから、できています。下連雀なんかは、連雀っていうところですけれども、神田連雀町の被災者の開設として、神田連雀神殿として開墾されたところのが、始まりで、下連雀。連雀通りなんかが有名ですね。こう、東西に。非常に狭い道路なんですけど、牟礼は三鷹市の中で最も古い地名だったしまして、由来について諸説ありますが定かではないと。井の頭は徳川家光が鷹狩りに訪れ湧き水がほとばしるように出ているのを見て井の頭と命名していたりします。
神官はもともとの神官村から、はい、神大寺は、神大寺神殿として開墾されたことから、ね。まあ、あとは定かではないですかね。商業。三鷹市はベッドタウンとしてマンション、アパートが多く建っているが、三鷹駅南口地区を中心に小規模な商店が多くあります。商業集積は JR 中央線三鷹駅南口、さらには東八道路の周辺ですね。比較的大規模も規模。まあ、新川周辺、野崎、大沢、ですかね。周辺。さらには下連雀のあたりには、ハイテクセンターなどが多いということです。そのマンションの中に、こう、三鷹センハイテクセンターととか、NTT データ、日本無線とかの工場、日立の工場ですね。はい。アトレビー三鷹が三鷹の駅ビル、2010年にロンロンより解消しています。三鷹駅南口のペデストリアンドッキーを直通するのは三鷹コラルというネオシティ三鷹ビル。主なテナントは三鷹市場、銀座工事コーナー、京文堂書店、サミット、稲毛屋、下連雀に多いですね。コープ未来、東急ストア、小田急 X は三鷹台店。三鷹中原にグルメシティ、中原にもちょっとありますね。はい。東八道路にはドンキホーテとか、野崎にラオックス、佐藤無線、静岡屋、三鷹店、下連雀に静岡屋、長崎屋、伊東洋華堂という感じですかね。工業は太平洋戦争前の1933年に三鷹航空、1930年に日本無線電信電話、1941年に長島飛行機といった軍需産業関連の工場が多く開設、1939年には調布工場の開設とともに国立中央航空研究所が設置。でも国立航空研究所っていうのは、海上技術安全研究所っていうのが、三鷹市、宇宙航空研究開発機構は調布市になります。はい。改正により軍需産業は潤い、工業労働者の増加によりこの地域に人口が大きく増加。戦後は通信や自動車関連に転換して操業した工場が多いが、より郊外に移転する工場も多く出て、宅地化が進みました。軍需。宅地化ですね。はい。なんですけど、またバブル期の土地売却による移転やバブル崩壊の不景気、国内需要の頭打ちによる閉鎖となり、市内の大規模工場のほとんどは姿を消して、現在は、日本無線、三鷹工機など、先端技術系の工場が多いようですね。市内には、まあ、JCOM 武蔵野三鷹、下連雀に本社があります。ガイナックスというアニメーションメーカー、さらにはジャムコという航空機の内装品の製造をしている会社ですね。ピエロも、アニメーション制作の会社で、下連雀にあります。野崎に本社がある三鷹工機、先端技術会社。宇宙観測用の機器では世界でも最上級の技術を持つと言われています。さらには泉書房という幼児向けの英語教材なんかを作っている会社ですね。これはですね、井の頭に本社があります。市内に事業所を置く企業は NTT データですね。事業所を置く NTT データ非常に大きい会社です。これは有名ですね。で、 JCB という下連雀の事務処理センター、セコム、寿司センター、日本無線は三鷹製作所、スバルは大沢に東京事業所、能見防災は群れに三鷹工場、日立ヘルスケアは、群れに事業所を置きます。かつては、本社事業所ゲームソフトの製作のあった金子なんかは、かつてここに本社がありました。農業は武蔵野地域の特産品であるウドとかキウイフルーツ、カリフラワー、ブロッコリーなどがですね、市街地農業なんかを営まれているという形です。ですがほとんどですね、三鷹市も宅地化がですね、はい、東八道路の周辺もまあほぼ殺風景ではありますけれども宅地化している、感じは受けます。国の施設は国の機関消防緊急センターが中原、三鷹市下連雀に労働基準監督署、公共職業安定所ですね、国立天文台の研究機構、はい、これですね、これもう調布にすごく近いんですけれども、これ
どちらかというと調布市っぽい感じです。調布に近い。三鷹からはこれだけ離れてますからね、大沢と、はい、結構ですね、はい、三鷹感はないですね、あんまり。で、海上技術機安全研究所、海上技研、これが進化ですね。非常に進化にはですね、京林大だとか、いろいろ揃ってますよね。三鷹高校だとか、ね、はい、仙川も走ってますし、はい、で、交通の要衝でもあります。公共施設は井の頭公園、野川公園、武蔵野森公園、全部、またがいます。こういう公園っていうのは結構こう端に追いやられているっていう感じ。まあ、これが人口密度の多いゆえんではあると思います。うん、ですね。玉川上水の緑道。はい。玉川上水を、かなり取り寄るのが三鷹市。博物館は三鷹市立アニメーション美術館、通称三鷹の森ジブリ美術館が下連雀の井の頭公園西園内にあります。だからほぼ、武蔵野市とかの、境になりますね、これも。はい。一応三鷹市って感じですね。はい。で、湯浅八郎記念館だとか、まあ、その小説家だとかが多くね、生み出した町ということで。太宰治文学サロン、中近東文化センター、種族博物館、天文科学情報スペース。ホールは三鷹市公会堂が野崎。三鷹市芸術文化センターが上連雀。三鷹維新展が下連雀。という形になります。総合医療機関は、京林大医学部附属病院がありますね。はい。これが中心で、三鷹地方病院、野頭病院と。市民総合体育館は野崎。ということで、野崎にも結構ですね、施設が集中しているという形になりますね。はい。いろいろ東八道路でね、武蔵境通りのね、ですね、途中のところなんですけど、非常に小さい地域なんですよね。この中に結構集中しています。しかも、もうここ、あれですね、調布市との境です。はい。その他三鷹郵便局、三鷹ネットワーク大学、株式会社まちづくり三鷹、警察署は三鷹警察署。はい、三鷹警察署はですね、三鷹通りに、あります。警察署、市役所はですね、下連雀と上連雀の間の三鷹通りにありますね。はい。中学校は第一中から第七中まで、私立は明星学園、国学院久我山、法政大学中高。はい。中等教育が三鷹の、新海に三鷹中等教育。私立は明星学園。法政大学高校。これが全てですね、井の頭線の沿線に私立ありますね。国学院久我山。って感じですかね。高等学校私立は、まあ、大成高校という風力発電装置を備える、まあ、風のミュージアムみたいな、そういうのが特徴の大成高校。まあね。はい。国学院久我山法政大学高校ということで。大学は、はい。まあ、それで、まあ、都立は三鷹中高という形で高校がありますと。で、大学は京林大学。付属病院とかを持ちます。 ICU 国際キリスト教大学、ルーテル学院で、東京神学と、その宗教系のね、大学が多くあります。これ全部大沢のこのまとまった地域にあります。さらに東京大学の大学院の理化学系研究所の天文学研究センターとかも全部大沢に、あります。で、関連施設は三鷹中等教育のそばに東京大学の三鷹国際の学生宿舎なんかがありました、あります。鉄道は、JR 東日本中央線の三鷹駅と、京王電鉄の井の頭線の井の頭公園三鷹台駅。かつては、中央本線の支線として三鷹市から駅から、武蔵野競技場の武蔵野競技場前駅までっていうのがありました。バスは、まあ、陸の孤島ということで、かなり多く走っています。関東バス、小田急バス、京王バスとか、コミュニティバスでは武蔵野市のムーバスが運営するムーバスも こちら三鷹市でも走っています。はい、道路はですね、まあ、東西方向には連雀通り、人見街道はですね、東八道路のやや上部分を、通ります。まあ、府中方面に行く道路ですね。で、東八道路、甲州街道は市の南端で数百メートルほど接します。中からですね、新道北通り、山中通り、はい、
紫橋通りという形で、吉祥寺通り、紫橋通りと縦に、学園通り。南北高校校は吉祥寺通りと三鷹通り、武蔵境通り、天文台通りは国立天文台の東側を通るということで、非常にこう、東側ですね。はい、県道の、ね、東側を通るやつ。紫橋通り、楓通り、中央通り、天神山通り。まあ、玉川上線がかかる紫橋に由来するのが紫橋通り、天神山通り、北の中央通り、中線川通り、井の頭公園通り、三鷹駅前通り。高速道路は中央自動車道が市の南部、東京外環が三鷹駅から辻ヶ丘駅付近を通過する予定っていう感じですね。はい。で、東八道路についてなんですけども、その、三鷹市内でもですね、その、何ですか？北の付近で道が狭くなったりだとか、まだまだこう発展途上なね、道路なんですよね。広い道路で、その、何ですか、甲州街道の第二次街道みたいなのを目指そうっていう形なんですけどもね。なかなかこれがまだ進んでいないという、そういう形。観光スポット、井の頭公園、井の頭山本雄三、三鷹市山本雄三記念館、三鷹の森ジブリ美術館、国立天文台三鷹キャンパス、湯浅八郎記念館、野川公園と。ということで、まあ、いろいろね、三鷹の森ジブリ美術館なんかでは、その、非常にこうね、三鷹市ギリギリのところにあるんですけども、これをね、PR しようと、キャラクターなんか、マスコットキャラクターなんかを、スタジオジブリからの使用許諾権を取得して、まちづくりに三鷹が、ポスターとか PR 活動をやっていたりとか、しますね。はい。まあ、あとはアニメーションとかが、有名なのでね、そういうところで、広報活動なんかをね、やっていたりという形です。名産品は、ウド、武蔵野台地特有のウドだとか、キウイフルーツが、有名なんです。ということで、三鷹市第1回終わりたいと思います。